アーバン周回3コーナーから4コーナーに向かいます。1番5番6番と近畿勢の後ろに、ここは6番車の藤田がつける布陣。4番手7番の大谷で2番の田口は短期戦です。中部トリオが動いてまいりました。残り2周に差し掛かるところ、さあ1番の藤田も前で突っ張って大谷を切らせませんか。この辺りはペースが上がってくる。ただ大谷も車を下げずに、ここはもがき合いとなりました。さあ自ら横の動きさばいていって1番車の藤田、それでもなお7番車の大谷が行く。4番の引田はちょっと口が開いている。さあこの辺りはがっぷり四つ、激しいもがき合い、力比べとなっている。あとは後ろ最後方変わらず2番車の田口です。7番の大谷と1番の藤田、この辺りは丸々1周この2人がもがき合うような展開ですが、ここで7番の大江が苦しくなった。2番手後ろを振り返って5番車の山崎、3番手には4番の引田が入っています。あとは6番車の藤田、車を内に持ち出した。あとは2番の田口、田口がまくっていって3番手2番手まで上がってくる。内を潜り返しては4番の引田、引田が最内と通っている。4コーナーを回ってきた。さあ4番の引田、引田先頭、引田先頭で五輪、2着は5番の山崎でしょうか。